減衰器もしくは、アッテネータとは、信号を適切な信号レベルに減衰させる、回路素子及び装置を言う。減衰量の単位にはデシベルを用いることが多い。アッテネーターの頭文字3文字を取って ATT と逆表記されることがある。PAD と言われることもある。逆に適切な信号レベルまで増幅するものは、増幅器またはブースターである。 RF 端子の減水器 100W の減水器・抵抗器を複数組み合わせ、分圧、分流により信号レベルを落とす仕組みとなっている。決められた減水量を減水させることしかできないものが多いが、スイッチや切り替えスイッチ機構により減水器内部の抵抗値を変えて減水量を設定することができるものも存在する。 また、平行接続用のものと不平行接続用のものの、区別もある。π 型不平行減水器 π 型平行減水器 t 型不平行減水器 t 型,型平行減水器渦に、集中低水準抵抗による4種類の減水器、基本回路が示す。周波数保証を考慮しなければ高周波、低周波ともに同様の回路構造である。ここに Z 1、z1、z2 は、 線路インピーダンスである。アッテネータの基本的な構造として、π 型と t 型があるが、に端子体回路としては等価であり、総合変換できる。さらに線路が平行化、不平行化によって、合計4タイプの基本回路がある。L、C、R による受動素子のみを用いたアッテネータは、線形回路であり、相反定理が成り立つので入出力の区別はないが、 渦及および以下の説明に対して説明上、左を入力、右を出力と称する。アッテネータにおいて対称という用語がしばしば使用されるが注意する必要がある。渦において左右の線対称性、すなわち入出力インピーダンスと平行性が等しいことを指して対称といい上下の線対称性、すなわち平行型である場合は対称という用語ではなく、 平行という用語を用いる。一般に、平行型ネットワークでは、RS イコール RT、RS1 イコール RT1、RS2 イコール RT2 である。また、線路インピーダンスが一定、すなわち、入力インピーダンス Z1 と出力インピーダンス Z2 が等しい場合には、回路も対象、すなわち、RS1 イコール RS2、RT1 イコール RT2、 一ルピアイコール二ルピアである。これらの高速条件を外すとアッテネータで減衰と平行不平行あるいはインピーダンス変換を同時に行うことができる。減衰器には信号の減衰はもちろんその他にも様々な用途がある。オーディオ用減衰器は前段の装置の出力信号が次段の装置の許容最大入力値よりも大きい場合に 信号を許容値まで減衰させるために用いられる。一般に以下のような減衰量を得ることができる減衰機が市販されており、この中から減衰させたい量を選んで使用することができる。また、複数の減衰機を接続させても同等の結果を得ることができる。また、マルチチャンネル構成のスピーカーにおいて、拡帯域のスピーカーの能率の違いのバランスを取るためにも用いられる。 アッテネータを受信機に使用した場合、受信した信号を適切な信号レベルにすることができる。受信機は電解強度が弱すぎると正常に受信することができないが、逆に電解強度が強すぎても正常に受信することができない。そこで強電解において電波を受信したとき、アッテネータを使い、受信した信号を適正な信号レベルに落とすことができる。 無線用アッテネータも抵抗器を使うが、普通の抵抗器にはインダクタンスもあり、周波数特性が平坦ではないため、無誘導抵抗を用いる。120dB のものが市販されている。オリックスレンテックアッテネータとその使い方から、計測器、測定機玉手箱、オリックスレンテックコーポレーション、ww.orixrentec.jp。 2021年8月12日閲覧。アッテネータ取扱商品丸文。www.marubun.co.jp。2021年8月12日閲覧。ありがとうございます。